んなナチュラルなまつげ待ってました。明るく元気なイメージになったと思うんですけど、どうでしょうか、はい、はいはいはい、コメントしませんけども、うん、ね、すいません、ありがとうございます。ここもください。タンポポのショートコントアンパンマン。そうさ、恐れないで。いや、僕はアンパンマン。あ、アンパンマンだ。どうしたんだい。お腹がついて動けないんだよ。じゃあ僕の頭は、もうフランスパン食べてるか。これあごー、ポポンタ。タンポポ、ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、すごい、すごい、笑いが止まらなかった。いや、すごい、下手したんですよ。拍手喝采だった。お二人が綺麗になりすぎて、はい、面白く感じないのかもしれませんね。あ、そっち。なんか気持ち複雑です、ね、でも最初誰か分からなくて、もうお綺麗すぎて、あ、ねえ、あ、やだー、本当どうしよう、明日も生きていけますね。えいつも本当あのね、歩くだけドブの匂いがするんですけどね。今日はちょっと何かなかなかいませんからね。ビフォーアフターがあるんですよ。あ、ね、このタンポポの2人をね、あ、こちらが疎開先のお姉さんですね。疎開先のお姉さん。ね、疎開先のお姉さん見えますけど、これ白鳥です。あ、これ白鳥さん。白鳥です。私です。あ、今あなたですか。私なんです。これがこうなるんですか。はい、いわゆるこういうところから、はいはい、こうなったわけですね。はい、もうちょっと下げても大丈夫。もうちょっと下げても大丈夫。マジですか。はい、ここからですよ。はい、思いっきり下げますよ、はい、すっげー下げます、はい、よいしょ、ここに上がるからね。あれ、河村さんも、はい、ね、こういうところからこうキラリン。夏に向いてますね、あの顔は、はい、このつけまつげする時のメイクの、はい、なんかこのコツといいますか、はい、ビューラーをやる時にちょっとこう上目にこうまつげを支えてあげるように、こうただ単にこうはめてカチカチカチってやるんじゃなくて、ちょっとこう上にちょき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 ってこうビューラーを持ってってあげると、こう丸いカーブになるんですね、まつげが。なのでそれで一回整えてからマスカラを塗って、その上からチャーミングキスをつけてあげると、まつげが下に落ちてこないので、いつまでも目がまつげが上を向いてパッチリ目になるんです。へー、なるほどね。ぜひそのベースのところからこう大事にやってみてほしい。こんな情報知ってました？いや、初耳です。知らなかったです。君らこそが30倍努力しなきゃいけないんですよ。いやいや、本当に中期がここまで知っててタンポポが一切知らないっていうのはもう不勉強でしかないですよ。そうですね、申し訳ございませんでした。いやいや、今日から頑張りたいと思います。ぜひぜひやってみてください。それではここ見次第始めさせていただきます。お父さんにお聞きしたいんですが、はい、まだ2人は、変われますか？もっと良くなりますか？もっとあのよくなりますね。今度は下まつげにもこうそう、下まつげも一緒につけてもらえると、さらにこう目力効果だったりすることがあるので、あのもっと可愛くなると、もっとテンションも気持ちも上がると思います。やっぱり、ね、今日ね、あの自分が女子だったってことをね、ちょっと思い出してしまったんですよね。あの気持ちが上がったりもしたもんでね、はい、どうせダメな、私たちなんかっていう感じで女子としては生きてきてるんですけど、そうそうそう、こういうあれちょっと変わるかもと思った瞬間に、あ、綺麗になりたい綺麗になりたいっていうこの欲求が止まらないよね。ジョホルが出ました。女性ホルモンの方です。女性ホルモン、なんかナチュラルに、ね、街に出れる感じが、あのすぐ恋の打席につながるというか、あのエミコさんなかなかこんな興奮しないそうなんですよ。今日すごいのよ、興奮がすごく、はい。逆にですね、はい、あのまあ、あの今回プロデュースしてですね、はい、どうですか、2人のこんだけの喜びを聞いて。いやいや、もう両方からこう挟まれて、うん、もうずっとなんかもう、あの可愛くなれて嬉しいとか、はい、今後も可愛くなりたいとか、うん、お仕事も大事だけどやっぱり美も大事よなんて言ってもらえる言葉を聞くと、やっぱりもう本当作った甲斐があって、本当にコンセプト通りだなと思って、すごい嬉しいですね。今こっちがあのテンション上がっちゃいます。ドブの匂いはしないですか？全然しないですよ。よかった。まだ嘘つきですから。よかった。